70アップデート。1月16日火曜日、時刻は午後4時半になりました。ニュースな時間、まずはこの時間に入っている最新のニュースをラインナップでお伝えします。ヘッドライン愛媛、愛媛に関するニュースをお伝えします。特別捜査本部は防犯カメラの映像などから容疑者を特定しました。おととい、四国中央市の商業施設の敷地内で拳銃のようなもので男性が撃たれ死亡した事件、警察は指定暴力団の幹部組員の男を殺人の疑いで全国に指名手配しました。捜査本部は情報提供を呼びかけています。夏以降の高温と少雨で例年以上に濃厚な甘さに仕上がっているということです。歯ごたえのある食感と強い甘みが人気の高級柑橘、寛平の出荷がスタートしました。来月中旬頃まで県内や関東、関西方面に出荷されます。冬の寒さが厳しいため、夏休みを1週間短くし、その分冬休みを長くしています。県内で最も標高が高い場所にある西予市の大野ヶ原小学校では今日3学期が始まりました。子どもたちはクラブの持ち方を教わるなどしました。松山市出身で兄弟揃ってプロゴルファーの川本結衣選手と力選手が母校の小学校を訪れ、子どもたちにゴルフの楽しさを伝えました。ヘッドライン愛媛、愛媛に関するニュースをお伝えしました。